ちょっと前髪があれだ、パックリパックリしちゃってる。おはようございます。おはようグルト、やっほー、おはようございます。おはようございます。テロップ入れますね。おはようございます。小判ありがとうございます。おはようございます。おはよう。昨日は M のサイン公演ありがとうございました。来てくださった方も、配信で見てくださった方もありがとうございました。おはようございます。バラありがとうございます。楽しかったですね。久々の公演で楽しかったです。頑張った。ノクスタマありがとうございます。ありがとうございます。配信で見たよ。ありがとうございます。表情筋が筋肉痛、ほぐしてほぐして。30入ります。ありがとうございます。30日、ぜひお待ちしてます。今日は14時からかな、メラメラ NNB48 チーム M 会です。ぜひチーム M 尽くしにしてください。花束ありがとうございます。バラありがとうございます。タコありがとうございます。あ、今週のルームスの誕生日会は今週末28と29のどっちかにします。おめでとうございます。誕生日当日おめでとう。あ、そう、そして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 、あのお寿司のつもりだった、うん、まあ、さっき、なんとなんとなんと、あ、小判ありがとうございます。バナありがとうございます。ちょっと今日寝癖やば、なんかいつもと形が違う。なんとですね、神戸の握手会3部に追加してもらいました。イエーイ。3部目にして追加になりました。ありがとうございます。あ、間違えた、3部目ね、3次申し込みにしてありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。嬉しい。3次申し込みは今日の12時からなので、ぜひ来てくださると嬉しいです。まあ、3部ってすごい、選抜の人の部が始まるからさ、もうめっちゃ取っちゃってちょっと行ける隙間ないっていう方ももしかしたらいるのかな。どうなんだろう。ありがとうございます。ぜひお待ちしてます。神戸3部嬉しいね。これよりあとはね、もう全部埋まってるので、最大3部だったんですけど、その最大の枠がねめっちゃ少なかったから、ギリギリ滑り込めて嬉しかったです。ありがとうございます。ちゃんとお支払いまでしっかりしてください。2部とも完売になったっていう認識でいいのかしら。エクセルの編集します。ハートありがとうございます。まだ予知しか撮ってません。あ、いや、素晴らしい。まだもう何も予知のだけの予定ですってことでいいですか。ありがとうございます。素晴らしい。だるまとバラありがとうございます。おはよう、追加おめでとう。ありがとうございます。バラありがとうございます。知ってる、スーを差し上げます。やばい。スー追加おめでとう。ありがとうございます。皆さんのおかげ、本当にありがとうございます。追加するね。ありがとうございます。そう、本当に振り込み忘れなかった。皆さんのおかげです。マジで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 。最終的にはそこだけなので、本当にありがとうございます。ぜひこの機会に、そんなにヨシミンの握手会、そんな
完売が出るほどってどんなんなんやろうという、一つでも思ってくださった方はぜひお待ちしてます。通りすがりの10期生ファンの方もよかったら待ってます。デイリーミッションとともにね、3部さもういっぱい結構埋まってるって方も多いんじゃないかなと思ってたんだけど、ぜひお待ちしてます。ハートありがとうございます。そうなの、着替えなしなんだよね。私服、そう私服してほしいって言ってたんですけど、3部だとまた連続だからね、ちょっと着替えなしっぽいんだよね。そうで今回の申し込みで10月12日と10月13日のオンライン話し会の申し込みが最終ですので、ぜひそちらもお待ちしてます。早かったね、3回しかなかったですが、ぜひお待ちしてます。お話10月分のが最後ですね。今編集中です。セルを追加。ありがとうございます。ハートありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。バラありがとうございます。お、今日誕生日の方2人もいる。おめでとうございます。おめでとうございます。ルームスでは28か29のどちらかにするのでぜひ待ってます。おめでとうございます。今日2人ってすごいね。おめでとうございます。パフ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 。前髪が真ん中でぽっくりしちゃった。バレちゃう。皆さんよしみの握手会楽しいよ。ありがとうございます。ポリポリ目が良かった。肉輪で着替えた早着替え、なんだろう、肉輪で着替えた早着替え。そう、あれじゃなくない、あれ早着替えなかった、肉輪なんだろう、アンコールってこと。そうオンライン10月分最終ですね、幕張と愛知の方も完売目指していきたいと思いますので、幕張の方もぜひお待ちしてます。12時からです。今日のおめでとうございます。あ、れいこさんも今日誕生日なんだ、おめでとうございます。ね、AKB 劇場が新しくなったら AKB 劇場でやりたい公演ないかな。やりたい、どこに言ったらいいか分かんないけど、ファンの皆さんの声が大きかったらできるかな。やりたい、出張公演的な AKB 劇場で。あれ、これどこにどうやって追加するんだ。バイバイバイ。バラありがとうございます。ハートありがとうございます。床で出る気がしてないよ、かりんさんだけ。メールの返信する、ありがとうございます。ちょっと昨日ムバメのちょっとお豆がちょびっとしか送れなかったので、続きは今日送りますね。
続きは続きは今日送る。バラありがとうございます。声を大きくそっちちゃう物理的バラありがとうございます。ハートありがとうございます。今日の12時から、申し込みスタートなので、神戸の3部と、幕張と10月のオンラインお話会が最後なので、申し込みぜひお待ちしてます。タコで揃えるのと、ヨシミンクイズと、なんだっけ、10月あ、誕生日系ですね。ぜひ誕生日お祝いしに来てください。今日も浅いモーニング浅いです。美味しいよね。もう一回買ってくるわそれ、うん、めっちゃ美味しい。美味しいな。でもすごい糖質高い。それで25ぐらい。おお、これで朝ごはんやん。そう、アサイはアサイだけじゃなくて、それなんかいろいろ入ってるから栄養価は高いけど、飲みすぎ注意だな。ほんとミックスジュース的な。コブサブ来た。そう来たよ。ぜひ待ってますね。もうすでに3部は満杯かもしれないですが、ぜひ待ってます。オンライン早かったね、はい、オンライン早いね。3回だけでしたね、申し込み。これもしかしてめっちゃ涼しい感じのレーンっていうかね、あ、忘れてたみたいな、シーンみたいな。まあ最初はリアルでね。タコいないみたいな。バラありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、今日は、あ、そう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 、うちは出た、うん、出た出た。なんと初ボブグッズです。あの衣装さ、想像の詩人の衣装、うん、うん、生写真だけだと思ってたから何にもアレンジはしてないボブって感じの写真にしたいと思って。まさか周年のやつになると思ってなかったんですよ。みんなそうだよね。でもみんなシューってしてるよね。うん、みんななんか飾り気が、お風呂上がり的な。まあでもそれは衣装がシンプルだからと思うけど。かわいいね。そうそう、生女子ちんじゃない、うちわと、何だっけ、なんかちょっとまださしっかり見えてないんだけど、うちわとなんかキーホルダーとなんかスタンドみたいなやつと、うん、ペンライトスタンド、タオル、ネームバッジもある。そうそうそう、ぜひゲットしてね、グッズ。第3部何時ですかね。いたたたたた、なんかひっくり返っていた。ねえ、ネームバッジかわいいよね。うちわともろもろたくさんありますので、個人グッズも全体グッズもぜひゲットしてね。ボブ、初ボブグッズです。初ボブうちわ受け取りで購入完了。いいね、ありがとうございます。ぜひフリフリしてください。幕張追加します。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。先輩たちこれすごいね、ずっとこれが続くんだよね。おいしい。ちょっと間に休憩が入ってる。
周年コンサートグッズもゲットしてね。なんか初カラコン入れてる写真なんだけど、思ったよりカラコンが茶色くなっててびっくりした。あの生で見るとさ超ナチュラルなやつなんだけど、多分写真で光が当たるからちょっとギャルっぽくなってた。ペンライト虹色ありがとうございます。おはよう、ありがとうございます。今日は20時から YouTube でときめきメモリアルもするのでぜひ待ってます。左のバナーからチャンネル登録してぜひ遊びに来てください。今日多分告白まで行くんじゃないかなってくらいです。めめしい歌なのか二人の時なのかってとこですね。もうすでに予知の件があってるのに公演割は増やしたくなるこの現象。ポチ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 公演割は増やしたくなるあるあるなのかな。いいね。ハートありがとうございます。ピンバッチピアスやばい、よしみよしみってことやばい。どこで売ってるの。だるまありがとうございます。チェキもあるんだ。あー楽しみにですね。いいよねチェキ、なんかちょいちょいランダムなやつ出てくるよね。うんうん、ランダムなやつ欲しいなと思ってて。ハートありがとうございます。ちょっと待った、言いに行く、やばい。まさかの朝比奈さん狙い。しかもゲームの世界だけど。告白まで行けたらいいなって感じ。ハートありがとうございます。手間にありがとうございます。メラメラ楽しみ、楽しみね。ありがとうございます。今日はメラメラ NNB48 ぜひ配信でも見てください。アーカイブでも楽しみ。いつも9期と出ることが多かったからさ、9期会2回出たから先輩とは結構緊張する。慣れないですね。お、みんな周年ライブの発見したって言ってるよね。みんな発見しましたか？いい感じの席？レインボースターありがとうございます。ついにクライマックスか、一人目だけどね。アーカイブで見ます、配信で見ます、ありがとうございます。22列目、おお、まだ1回の方が全外れ。亀子頑張る、ありがとうございます。亀子さんもありがとうございます。でも1階から3階の中でランダムでどこかなのかな。結構それ幅広くない？めっちゃ。なんか土曜日からの申し込みのがちょっと後ろになっちゃうんだよな多分。どうなんだろうね。一般？一般が最後なんですかね。最後なんですかね。最後なんかな。誰って。2日目はいい感じの席って友達から言われた。友達と一緒いいね。ようやく座れるって感じですよね。ね、確かに。座らせておくれよ。友達と行くのも楽しそう。ああ、本当だね。
私も友達と行ったことあるよ。こうまあテンション感合わせないとあれだけどね、ちょっと一人でおおってなるのちょっとおおってなっちゃう。ハートありがとうございます。うん、一回にでされたらいいね。だるまありがとうございます。外れたこと多くない？雰囲気だけやばい、悲しい。一般で当たることを祈ってます。そんな外れた方多いのか。なんか値段見てちょっとなんか何回か見直したもん。年々変わっていくよね。すごいね。まあまあ椅子がついてるんでね今回は。あ、友達のお宅だからよかった。よかった。だるまありがとうございます。交通の便もいい。お、今日発見。いいね。ドキ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 。外れたので割り切って配信税になります。そうなんや。当たんないかな。外れた方多いね。ちょっと自分であと入力してね。うん、配信税の方も2年連続全外れ。そうなんだ。悲しいだねそれ。です。ショボボーンってやつそれ。セトリを過ぎて一緒に行った会社の先輩にタメ口で話してしまった後が怖かった。無事よかったよな。よかった。よかったよな。会社の先輩で行くとテンション上がって、確かに普通に話しかけちゃうよね。最高やな。無意識に。気候もいいよね。公園とかでさ涼しく待てるじゃん。うん、確かに。あれ夏だったら公園も暑いよね。外に出されてずらーって並ばない。あれ、うんうん、遅れた。おはよう。おはようございます。ありがとう。歓迎者席やばい。そのなんかなんていうか、そういうのつながりに書くことないんだけど、なんか母ですみたいな。何性別を。おはよう。ありがとうございます。ハートありがとうございます。周年も楽しみですね。あれだよね、パパが誰だったっけ、あ、平山麻衣さん持ってますって言われたとこだよね。そうなの。そう、確か。なんか最後になんか紙吹雪とかも去年飛ばしてた。紙吹雪なんか、メッセージなんか、なんか誰だ、平山麻衣さんありますか。ないです。まあ似てるもんね。ね、トレード。同じシンパシーを感じられたんだよね多分。レインボースターありがとうございます。確かにあやねもパパがいたらトレード話しかけちゃうかもしれないわ。いやまあそこにいる時点でそうだよね。ただなんかマンションの人毎回大変だよね。いつもコンサートとかの時ね。今日の12時から頑張らぬ前劇場版イベント、申し込みスタートします。神戸の握手会に3部追加していただいたので、
そことか幕張メッセの握手会とか、あとは何より何より10月のお話し会が、オンライン話し会10月12と13のオンライン話し会が、申し込みが最後です最後ですので、ぜひ。ここは周年明けなので周年の話かな、うん、でもタコグッズと、ヨシミンクイズと誕生日前なのでドレス会となってますので、ぜひオンラインお話し会の方も待ってます。待ってます。3部追加します。ありがとうございます。嬉しい、ね、数少ない追加枠に滑り込めてよかったです。でもこれより後はねもう増えれないんですけど、うんうん、そうもう全部ぎっちり埋まってるんですが、でも滑り込めてよかったです。ありがとうございます。そうだよ、2部と1部の人しかちょっと滑り込むの難しいよね、うん、しかも2部と1部でもその自分の部じゃないところに滑り込まないといけないから、なかなかね。多分申し込む、やったー、ありがとうございます。嬉しい。皆様ぜひこの機会に、そんなにヨシミンの握手会はどんなんなんやと思った方はね、ぜひ待ってます。そう、どんな握手会なんやと気になった方はぜひ。無理無理ハートありがとうございます。どんなの今日も何かと忙しいジーポーありがとうございます。今日も頑張ろう、みんな壇上見しますね。来てくださってありがとうございました。12時から明日の12時までです。今日は20時から YouTube でときめきメモリアルもするので、よかったら待ってます。で今日はメラメラ NB48 チーム M 会、なんだか賑やかになりそうな予感、ぜひ待ってます。髪の毛何しようかな。13位、そらさんありがとうございます。12位ひとよさんありがとうございます。11位あとさんありがとうございます。10位やすさんありがとうございます。9位よしくんありがとうございます。8位さかさんありがとうございます。7位まっつんさんありがとうございます。6位よんさんありがとうございます。5位みょんさんありがとうございます。4位さくちゃんまんさんありがとうございます。そして3位はデケ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 デン、ひとちゃんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はデケ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 デン、マキシさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はデケ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 デン、ウーカメインの箱石さんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。皆さんも来てくださってありがとうございました。朝から今日も頑張りましょう。いやそう、昨日ツインテールしたとどうしてもやりたくてさ、髪切る前にとなんかできるかなと思ったら思ったより長さがあって、そんなに子供っぽくならなかったよかった。そうツインテールやってほしいって人めっちゃ多かったから、しかも長い時にさツインテールできずに終わっちゃったから、できてよかったです。髪の毛切りたくなくなってきたけど切りますツインテールあと2回くらいやりたかったで、また伸びたらやります。では次の配信も来てくれるかな。またね。あ、次の配信は明日になります。明日も朝かな多分。またね。また YouTube で